も高いです。学歴で将来の収入が変わってしまうのか、それとも遺伝子で将来の収入が決まってしまうのかについて考えてみたいんですけど、アメリカの行動遺伝学者ローという人は、兄弟と半兄弟に対する研究により、収入の 42% は遺伝、 8% が共有環境、 50% は非共有環境によって説明できることを示しました。スウェーデンのビョルグンドっていう方は、創生児と兄弟のデータに基づき、収入への遺伝の影響は 20-30%、 残りは非共有環境であることを算出しました。意外なことに、どちらの研究からも共有環境の影響は大きくないことが分かりました。しかし日本ですね、日本の20歳から60歳までの1000組を超す大規模な創生児データからはもっと興味深い結果が出ています。就職し始める20歳ぐらいの時は遺伝 20% よりも共有環境 70% がはるかに大きく収入の個人差に影響していることが示されました。ところが年齢が上がるにつれ、その共有環境の影響はどんどん小さくなり、代わりに遺伝の影響が大きくなって、最も働き盛りな45歳が遺伝の影響のピーク 50% 程度になり、共有環境はほぼゼロになるのです。若い時の初めの就職時はしばしば親や親族のコネやつて助言などに影響を受けますので、収入もその影響を受けます。しかしそんな親の七光が通用するのは初めの頃だけで、だんだん独り立ちをして自分の実習が問われるようになるにつれて、その人自身の遺伝の影響が強くなるというのは非常にもっともらしいと思います。教育環境で言ってしまえば学校ですよ。どういうふうに進路を決めていくのかってことと、その学校が超一流の A ラン系の大学なのかってことで最初は関わっちゃうんだろうし、親の子にはつても結構強力な武器だしね。で、就職は楽だったかもしれないけど、どんどん、就職した後に、学校では勉強してきたけど、就職した後に勉強するってことはなかなかないから、日本の読書人口も約1割って言われてるし、まあ、1割の中でも1月1冊読んでるか読んでないかって層がほとんどの中で、学校を卒業した後に勉強する人が少ないから、遺伝の影響が強くなるっていうのもなんか最もだなって思ったりするし、だから読書してる人はどれが伸びるのかってことはここに書いてないんだけど、おそらくそれ非教育環境に入っちゃうんだろうけど、だからそういう意味でもおそらく今の現段階では遺伝子の方が強いなっていうことを証明している本なので読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。この辺りには